八尾が海の魅力を伝えるよ。海アボ。海と日本プロジェクトの活動の一つ、日本さばける塾。魚をさばくという体験から、魚の命と向き合い、豊かな海を未来につなぐアクションを広げていく取り組みです。今回は教育現場で子どもたちの食に関わっている方が参加してくれました。子どもたちに魚の良さをもっと自分が経験することで伝えていけたらいいかなと思って参加しました。魚嫌いの子どもとか結構多いので、どうやったら美味しく食べられるかとか知るきっかけになったらいいなと思って。保育園の給食で魚ってこんな形してるんだよっていう、もっと子どもたちに伝わる方法ないかなと思って。さばく魚はタイとアジ。魚のさばき方と魚料理の教室を主催している今橋先生を講師に迎えて、まずはアジをさばいておしゃれな焼き魚料理にチャレンジ。お魚をきれいにさばきたいなと思ったら、包丁は素早く動かすことなんですね。ゆっくり動かしたらもう身がボロボロになります。そうです、はい。やっぱりお魚料理って知っておくと美味しくなるようなポイントっていうのがたくさんあるんですよね。だからそういうのを少しずつこう覚えて、たくさんお魚を食べる機会を増やしていただけたら嬉しいです。タレに漬け込んだ後、両端をくるりと折り込んで焼くおしゃれな一品、両妻焼きが完成しました。続いてタイをさばきますが、どっちが天然のタイか分かりますか？花の穴がですね、一つなのは養殖です。天然は二つありますので、それが天然です。2個あるんです。ああ、ここがね、確かに。それはなんか分かってないらしいです。分かってないね、まだ、はい。ここアイシャドウ塗ってるみたいに青いですね、はい、これ新鮮な証拠です、これがどんどん消えていきます。これ今日とかに何歳と思いますか？ちなみにこれ40センチあります。4歳のを今日はさばきますので、大事にさばかせていただかなきゃいけないなって。お刺身は右から左に流していくんです。ハラミは新米の上に乗せて炊飯、タイ飯です。タイのアラからは美味しい出汁が取れますし、刺身にするときに剥いだ皮は湯引きにするとコリコリとした食感がいきますよ。捨ててしまう皮の部分とかも全部丸ごと食べられることが分かったので、せっかく海からいただいた命なので余すことなく食べていこうと思いました。魚が何年生きてるっていうところが、そこを切り口にして子どもたちにこれだけ長い間生きてきて私たちが食べるんだよっていうのを伝えてあげることで、海を大切にするとか環境を大切にしたいっていう気持ちを育めるなと思いました。魚を丸ごと一尾からさばくことでたくさんの学びがありました。明日から毎日さばいてみようかなみたいな。海と日本。